麻雀ウォッチプリンセスリーグ C ブロック、今回の選手紹介は大沢ふみなプロです。よろしくお願いします。するしない。ふみにゃん、前髪切りました？いつ切ったの？3日前に切ったの？前髪すごい似合ってるよ。ふみにゃん、 C ブロックのこのまず8班ちゃん戦って、正直ご自身の評価どうですか？でき急に真面目になった前髪からどう戦ってみて。まあ良くはないよね。でもそんなにこう幅がないよね。まとめてる感じよね。まあ、とにかく手が入んないよね。手が入っても引く場面の方が多すぎて、あの先手を取れる場面が少ないかな。その中で無理くりだね。無理くりこれにまとまってる感じ。残りの4班ちゃん、まず予選どうしようかなって思ってます。あの直撃とか狙ったりいろいろしようかなっていうふうに思ってます。もうちょっと、あのまああと最初の班ちゃんはまあ普通に行って、そっから考えるね。あ、どっちにこうバランスをどう取るかは状況次第というか、っていうかね、これね、今回は多分ずるいの、みんな。え、なんで、何が。私ね、全部先行なの。私、あ、タク？うん、すごいクレームだ。え、大人が仕組んだんかな。だね、怖い。日向さん、え、あと待って、日向さんじゃないな、ね、H 日向、私かい。私なんかした。私、A 子さん、私仕組んでんだった。全然勝ってるからね。 A 子さん、 A 子さん、 A 日向、 A 子さん、何の権力もないよそいつ、大丈夫。でも前半はちょっと不利だよね、確かにね。そうね、まあ特にそうね、やっぱ人のね動向を見ながらやった方がどうしても有利になっちゃうからね、短期戦だと特に。でも決まっちゃったからね、やるっけないよね。H 日向さんのせいだね。違う、絶対ないよ。マジでミクロの権力も持ってないよ。ふみにゃんかわいそう。私でも先行だしね、タクが、自分も全部おかしいよね。大沢さんのせいかな、ふみにゃんのせいかな。H 日向さん、私のこと仕組んだ。仕組んでないよ。そんな権力あるなら使って振り方していくよ。振り方してないない。ふみにゃん、じゃあ意気込みをファンの方にお願いします。いや、ふみにゃんのだから。まあ、なるようになるさとも思うし、まあ、なるようにならなくてもなせばならずっていうところをまあ見せていけたらと思います。ふみにゃん、ほんと独特よね。何？いや、いいよ、その個性が好き。え、どういう。普通じゃないよね。でもそこがいい、面白いよね。ふみにゃん、マージャンもふみにゃんらしく頑張ってください。え、普通だよ、私って普通の思考よ、ね、近くにいる方はみんな思ってるかもしれない。個性だ。さあ、大沢ふみなプロでした。頑張ってください。